この後具体的な金額を使ってさらに突っ込みます。大丈夫、俺に任せろ。お金にクレッシェンド。はい、というわけで今回は音楽家に最大150万円文化庁の補助金のお話で、今回はですよ、事業計画書が省略できる人のお話をしていきたいと思います。はい、今回のお話こんな風になってますね。A2 で追加申請するんだけど、ね、A2 だから事業計画書いると思いきや、その事業計画書が省略できる人というのがいますよという話ですね。で、これ分かりにくいんで、まあ分かりにくいっていうか、何日か前に出した俺のうちのこの音楽の動画の中で、ちょっと話したところ、ちょっと分かんないっていう質問、相談が非常に多く来ましたので、本日もうちょっとだけ詳しく話しておきたいなというふうに思いますね。はい。というわけで、初めにこのお話しますけど、この動画パワーポイントで動いてるんですけど、これをレジュメ、PDF にしたものを、音楽の LINE アットの方でお渡ししております。この下に音楽の LINE アットのね、リンクが貼ってありますので、そこのところで、これ Google ドライブの中にね、レジュメ、過去のレジュメももうほぼ全部突っ込んでありますので、ありますので、これちょうだいと、クリさんちょうだいって、レジュメちょうだいって、リンク教えてとかって送っていただければお渡ししますし、その同じ LINE アットね、この下にリンク貼ってあるこの LINE アットで直接ご相談とか質問ができます。で、今回じゃない、今のところ栗原が直接お答えしております。ただちょっとね、直接なんでごめんなさい、1週間から10日ぐらいお待たせしちゃってるんですけども、まあ、ちょっと、それでもいいよって方は、どうぞお寄せください。はい。というわけで本編入っていきましょうかね。こちらになります。はい。募集案内にね、まずこんなことが書いてあったんですよ、と。ね。前にちらっと見ました。見た方もいらっしゃいますね。で、入力事項のところに、こういろいろ書いてあって、ここの中に、A2 での申請が20万円を超える、つまり20万、1円以上ですね。となる場合は、ちょっと中略して、別途事業計画書、所定様式 Excel の提出が必要となりますって書いてあるんです。なるほど。で、もう一つ、さらにこんなことが別のページに書いてありました。事業計画書、括弧、所定様式 Excel。ね。こちらが申請額が20万円以下の方は、申請画面にて必要事項を入力していただくことが提出不要となります。申請額が20万円を超える場合は提出が必要となりますと。で、この2つを、まあ似たようなことを、ね、まあこれ、同じこと違う角度から言ってるんですけど、これを合わせてみるとどういうふうになるかっていうと、まあこういうことなんですと。こういうことだってさということでした。かいつまんで、まあ、一言、二言ぐらい、三言ぐらいで説明すると、今回 A2 で申請する人の中で、ね、申請金額が20万円以下の方、ね、A2 の中で20万円以下の方は、事業計画書が省略できますよということになります。まあ、ここ、今回っていうところがポイントですね。まあ、後でちょっと数字使ってみますけれども、今回のおかわり追加申請の中で、20万円以下だったら、事業計画書省略していいよっていう話です。はい。で、このお話をね、まあ、この後、後でちょっと、数字を見ながら話すんですけれども、その前に前提として、これね、すごく勘違いしやすいポイントなので、以下とか未満とか超とかね、こういうのと同じで、すごい細かい言葉の定義なんだけれども、お話ししておきますと、まず申請金額っていうのが今回ここに、こういうところに書いてあるわけじゃないですか、申請額とかね、こう書いてあるわけですよ、申請額とか。この申請金額っていうのはなんだよってことなんですけども、これをまず確認しておきましょう。いいですか。使った金額、ね、あなたがお金を使って、そのうちの3分の2とか4分の3ちょうだいって話じゃないですか。その使った方の金額じゃなくて、申請金額、文化庁からもらう金額です。20万円ちょうだい、10万円ちょうだい、90万円ちょうだいって方の金額のことを申請額、申請金額というふうに呼んでおります。例えばですよ。24万円のお買い物あなたがしたとします。ね。8万円のシンバル3枚買いましたとさと。これ使った金額、買った金額、買い物なんですよね。なので24万円のうち、まあ、3分の2としましょう。3分の2の16万円の補助金をくださいねと。こっちがだから申請金額、申請額っていうことになります。なので、この場合には16万円の方、24じゃなくて16万円の方が申請金額なんだよということになります。OK ですかね。はい。こういうふうになります。で、せっかくなので、この後具体的な金額を使ってさらに突っ込みます。
はい、こうなります。例えばね、前回つまり第1次第2次第3次申請でね、すでにこれすでに申請したようなお話になりますので、第1次第2次第3次申請ですでに申請している方、既申請者、前回90万円使ったから60万円申請した、もしくはもうすでにお金もらったとか決定通知来てる、振り込まれ済みとか、まあ申請ですね、支給決定ってやつです、済みの人は60万円使ってんで、まあ150万円の枠からしてあと90万残ってるわけじゃないですかね。でその中でじゃあ今回追加申請おかわりしいよって、おかわりちょうだい文化庁さんっていうわけですね。で今回の11月25日から12月11日までの追加申請おかわり申請であと24万円使うことにしたんだって、まあ、さっきのこれですよね。なので16万円ちょうだいという申請をするぞと。はい、さっきのおさらいです。申請額、申請金額ってどっちでしたっけ、はい、こっちです。そうです、正解ね、16万円の方なんですよ。16万円申請すると。でいろいろあります。前回こうでした、今回こうでしたという中で、ちょっと待って、どこが20万円って分かんなくなっちゃった方がたくさんいらっしゃったわけですね。あなたですよ、見てる見てる、ありがとう、見てくれて、あなたの質問のおかげでこの動画ができてるってもんですよ。はい、さあ今回の注目はここだけです。こっちだけです。おかわりの方、前回関係ない、前回関係、おかわりの方だけ見てください。こっちだけ見て、こっちだけ見て、私を見て、こっちだけを見て、今回の申請金額が20万円以下だから、どっちどっち、今回の申請金額こちらよ、16万円、20万円以下ですね。だからこの人の場合は事業計画書が省略できるよってわけですよ、お嬢さん。 OK ね、こういう仕組みです。ちょっとね、しつこいかもしれないけど念のため先回りしてこんな解説をしておきたいと思います。同じようなケースです。前回第1次第2次第3次募集で90万円使ったので60万円ちょうだい文化庁さんっていう申請をしました、支給決定しました、振り込まれました、何でもいいですね。この方が今回あと90万円残ってからな、ちょっと私張り切って買い物しちゃおうかなとかって思って今回60万円のお買い物をしました。なので3分の2の40万円申請する、文化庁さんおかわりで40万円ちょうだいっていう申請をするとしますね。この場合どこ見るんでしたっけ、こっちだけ、ね、こっちだけ見て、私を見てね、こっちだけ見て、しかもどっち、60と40どっち見るんでしたっけね。そう正解です、40万円の方だけ見るんですね。そうすると今回の申請金額が20万円以下じゃないよね、これ20万円超って超えるって字書くんですけど、20万円超、つまり20万1円以上なので、この人に関しては事業計画書は省略できないよということで、つまり事業計画書も出してねというお話になりますね。なんとなく分かっていただけたでしょうかね。まあこれであのちょっと、でも私具体的に私計算してみたらちょっとよく分からないの、クリさん教えてっていう方は LINE アットの方でね、質問くださいよね、こちらの方にお寄せください。はい、本日のお話ね、こんな風になりますけれどもね、まあね、あのこんな感じでまたきっと新たな情報、まああなたからの質問相談もそうですけれども、それも情報ですし、その情報に対して俺が調べて文化庁に聞くなり自分で解釈して判断するなりっていうことを、これいっぱい出てくるはずです。でまたこの動画の中で解説していきますのでね、ぜひあのお待ちくださいと思いますし、ちょっと見逃したくねえなっていう方はこちらの方にね登録しておいていただいて、でまあ見逃さないようにするとか、あとあの通知オンとか忘れないようにしといて、通知オンしないとあの俺が更新しても密かに更新になっちゃって見落とす可能性がございますので。そしてもう一つお願いなんですけど、この下の方に、ね、高評価とかあるじゃないですか、この高評価がね嬉しいんだよ、本当に嬉しいんだよ、わかるわかるね、なるほど、クリさんが喜ぶんだったら押してやってもいいぜっていうふうに思った方、ぜひこちらの高評価の方を押していただければというふうに思いますね。お願いはこれぐらいにいたしまして、また他の動画でお会いしましょう。